はい、エピソード4に参ります。で、えっ、ー、と、まあ、その問題になっている質問の内容そのものはですね、今、こちらであの、ここでお示ししようと思います。えーまあ、あのスローモーションにしてでも、何にしてでもですね、皆さんよく読んでください。 ということで、えー、これがもうあの2年間にわたってですね、えー、質問相手のご本人さんから、えー、回答が全く得られないまま、えー、完全に2年間塩漬けにされてしまって党と,うとう今や、えー、緑の党を破壊するぐらいのどうやらパワーを持ったと言われているんですが結局キラークエスチョンになっちゃってるわけですわキラークエスチョン。 それは私がそそんん。な風にしたわけじゃございませんそもそもね緑の党の内部のしかも大阪での集会という小さな、えーまあ、10人か20人ぐらいの中での集会でのやり取りをきちんとやればよかっただけなのにその質問をですね、えー、お前には発言権がないなどと平気で言って、えー、言論を風圧したと。 いうことでこの質問をですねキラークエスチョンにしてしまってるわけですそのしてしまった人の、えー、中心人物が緑の塔の、えー、山口恒樹さんそれから藤井正道さんこういった方なんですそして、えー、当時その発言権を風圧し,なくしてしまったということに対してですね その、えー、会議の運営をしてい,ていた議長であった前川武さんは、すでにその、えー議会,えー、と会議の運営の仕方進行の仕方に、えー、まずいところがあった、申し訳ないという形で、ですね私に謝罪を入れてるんですよ。そそしてその やり取りも全部録音されてるんですそういった証拠もですね緑の党の本部は何にも聞く耳を持たずに一方的に私を誹謗中傷あるいは党を破壊する人物だということで今もって除名という手段を撤回せずに弾圧したままなんですこれが緑の党の問題であるということをどうか皆さんご理解いただきたいと思います またエピソード5以降続けて参ろうと思います。裁判になっている事案も結局、えー、この後ですね皆さんに、えー、適宜ご報告していきたいと思っております。以上でございます。